近鉄400系電車とは、近畿日本鉄道が過去に保有していた、通勤系電車の一系列である。なお、本校では本系列と関連性の深い近鉄、600系電車についても記述する。解説の便宜上、本校では400系がも400系の車両番号を F を編成名として記述する。600系においては、も600系の車両番号を F を 編成名として記述する1969年に実施されたなら、柏原京都各線の河川電圧昇圧工事では、在来車に対する昇圧改造工事あるいは新車への置き換えが必要となった。だが、翌年の大阪万博開催を置き換え、この昇圧工事以外にも南波線開業など、様々な設備投資を行い巨額の資金を必要としていた当時の近鉄においては、 この昇圧工事で必要となる車両のすべてを一気に、心臓して揃えることは、予算上不可能であり、また、柏原線の車両限界拡大工事の遅れから、15メートル級、昇断面車体を備える吊り掛け駆動の旧型車の一部に、ついても従来の車体を流用の上で、昇圧工事を実施する必要が生じた。そこで、それらの15メートル級昇断面車体を備える、在来車のうち、 経年が浅く主電動機の昇圧改造が可能な車両を選出し、昇圧対応車とする工事が実施された。この際、運用上の要請から、本線系統で使用される四両編成と、四線区用の二両編成の二グループに分けられたが、伝送品の仕様が異なっていたことから、形式も区分され、全車は京都法よりも六百0型からも六650型から九五百0系区百五十 系の4形式による600系、後舎は同じく、京都法より空300型からも400系の2、形式による400系と称されることとなった。大阪電気軌道時代から使用されていた初代も、400型も660系、奈良、柏原、京都各線の主力車、初代600系、あるいは、奈良電気鉄道からの編入車両も455系、 ク355型、も670系、初代ク570系、初代ク590系、ク595型を改造の上で利用した。このため、主車の構造や窓配置がそのまま継承されており、2扉と3扉、反抗性リベット組み立て車体と脳知る、ノーヘッダータイプの平滑な全金属製車体が、同一形式で混在するという状況であり、 この昇圧工事が印刷合わせのための苦肉の策であることを物語っていた。核編成の来歴は以下の通りである。なお、本項目の大器由来の車両については1950年の開話の際に同番号の車両を除き、1942年の昇号改正を省略して記載している。5415メートル急半構成、非貫通3枚窓、 に扉も 600& さ 500& も660、15メートル休範構成、貫通、または、非貫通3枚窓、に扉で幅 1100& 区幅700、15メートル休範構成、貫通3枚窓、に扉区幅600、18メートル休範構成、貫通3枚窓、に扉区幅650、17メートル休範構成、非貫通3枚窓、 三扉で幅1300、16メートル急前、金属製、非貫通2枚窓流線型。に扉台車は、従来のものが流用されており、住友金属工業 KS-66L、KS-33L など、いずれもボールドウィン系の釣り合い常識台車となっていた。主電動機も在来品を改造の上で流用しており、大半は、 q 6 0 0 k に由来する三菱電機メガバイト -213AF を総化した。これに対し、制御機は従来の三菱電機 HLF と東洋電機製造 TDKES155AA がいずれも昇圧に対応できないため、三菱電機 AB 制御機を申請して編成の組み替えを含む大改造工事を実施し、昇圧に対応した。 ブレーキは、営動ベ弁仕様の A 自動空気ブレーキが、昇圧後も引き続き使用された。400K では1974年春頃は、大和最大寺駅にした原本駅の普通運用が、入出庫の関係も含みで、上下2本ずつ設定され、2プラス2連の運用もあった。 カ原線普通の保管として、上りは結構乗車率が高い運用もあったが、下り2本はあまりに加減速度が低いため後から来る列車の運用を阻害する事例が続発し、この対策として、次の1974年9月のダイヤ変更からは改送運転に変更して、設定は消滅した。600系は23編成、400系は11編成が改造されたが、 大型車の投入や柏原線の車両限界拡大工事により、409階を除き1977年までに廃車された。残った409階は820系などと混用された関係で運用上生駒線に主に使われていた。大和西大寺駅では、出庫時の送り込みの運用がよく見られた。 約309も409イコマ線0王子駅1976年8月、400系、600系は、ほとんどが戦前から戦後すぐの時期にかけて製造された車両であったが、409回のみは、他社と比べて製造年が新しいため、他社が全廃された後もしばらく使用されていた。 なお、409回の詳細な来歴については、奈良電気鉄道でハボ1300電車を参照のこと、ありがとうございます。